はい、じゃあ今日は2人でこのままですね。で、ぜひやっといてほしいのがもう16杯に16を叩くっていうのが一つなんですけども、後でこの楽、まあ、メモを渡します。で、D の部分、もしフロアで叩くんですけども、ハイハットで叩くとしたら、これをすごい勢い出ます。これがないと、あると、はい、なので、まあ最後なくてもいいんですが、まあ時間があればぜひやってみてください。で、今やっといた方がいいもの、あと、まあさっきの16ですね、これ足入ってるのかな、ちょっと後で確認します。まあなくてないかもしれないです、もしかしたら。あるかな、普通あるな。その16にプラス、初めに何かしら入ってます。クラッシュだったらハイハットだったら。で、入って、で、ハイハットの16は特には大丈夫だと思うんで、いいかなと思います。あとは頭打ちをあんまりやったことなければ頭打ちかな。うん、ちょっと今はこれでやってきます。スピーカーで聞くと、もっと見えてくるところがあるかなと思いますので、以上となります。